こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の男性におすすめの春夏スニーカーベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。ちなみにですね、この動画なんですが、先ほどまでですね、しっかりと一本取り切ったんですが、後に確認したらですね、音声がまるっきり取れてなかったので、テイク2ということで気合を入れて撮り直してみたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルの中では、今まで様々なスニーカーを皆さんにご紹介してると思うんですね。先日はブラック系のスニーカーの特集をしましたし、 僕のショート動画見ていただいてますでしょうかそちらの中ではベーシックなスニーカー参戦みたいな形でいろんなスニーカーをご紹介していますが今回の動画の中では2023年の春夏に発売されているスニーカーの中からこれは結構いいよねというものをですね皆さんにシェアができればなと思っていますかなりカジュアルなスニーカーからちょっと綺麗めなスニーカーまでご紹介をしていますしそれだけではなくて、まあ、今年ならではのものですねそういったものも含まれてますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思います と思っていますまた皆さんの方でもこんなスニーカーいいんだよねっていうのがありましたらですねぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからは具体的にですね、皆さんにスニーカーをご紹介したいなと思ってるんですが、ちなみに今回ご紹介するスニーカーなんですけども、できればですね、全部僕が買ってこの場に持ってこれるのが理想的なんですが、それやってるとですね、なかなか僕の靴箱がパンパンになって、いくらスペースあっても足りない状態になってしまうので、今回は主に画像ベースでご紹介しながら、それに近しいアイテム、僕の中でも持っていますので、それらをベースにしながらですね、解説をしていきたいなと思っています。 ということで、早速一足目のスニーカーなんですが、こちらですね。 コンバースのオールスタークップのグルカサンダルバージョンですね。これは去年も発売されていたんですが、なかなかの名作だと思うんですね。まあ、そもそもグルカサンダルは何なのかというところで、僕の手持ちのものを持ってきてみたわけなんですが、このようにですね、レザー製のサンダルになってまして、アッパーを見ていただくと、まあ、このようなメッシュ状になっているというところで、涼しさも確保できて、なおかつ大人の上品さも感じられるような、それがいわゆるグルカサンダルというものなんですね。今夏のですね、 トレンド感のある靴としたらやっぱりグルカサンダルは欠かせない存在かなと思ってまして様々なセレクトショップでも出していますし、まあ、靴の専門ブランドでももちろんしっかりとやっています代表的なところで言うとパラブーツですねこの辺りが有名かなと思うんですが、まあ、それだけではなくて僕が今持っているのは一昨年の GU のですねグルカサンダルで、まあ、このようなファストファッションブランドでも結構展開しているので最近はまあかなりトレンド感のあるシューズとして認識が広がってきたのかなと思います、まあ、すごく使い勝手がいいんですけれども も一方で、スニーカーに慣れ親しんだ足だと、ちょっとこのような革靴、ハードル高いなと感じる方も少なくないかなと思うんですね。僕自身がまさにそうで、そのあたりをですね、うまくカバーしているのが、こちらのコンバースのオールスタークップのグルカサンダルかなと思います。ベースとなるのは、今こちらにある白レザースニーカー、もう名作のですね、オールスタークップというスニーカーがあります。これは非常に良くて、チャンネルの中でもよく解説をしていますが、丸みのあるシルエットなんだけども、やぼったく見えない ないような絶妙なバランスそしてレザーの質感も非常にいいので大人に適したスニーカーだと思うんですがこちらをベースにしながらもアッパーのデザインはグルカサンダルですねこれを乗っけてるというところが画期的な一足かなと思いますですので履き心地の良さというところは割とスニーカーに近いんですけども見た目は完全にグルカサンダルが再現されているので両者のいいところがミックスされているようなそんな一足になっているかなと思っていますで、グルカサンダルって結構アッパーのデザインも ブランドによって様々なんですね。僕が持っている中ではこの GU のグルカサンダル、一昨年のものがもう名作ですっごい完璧なデザインだと思っているんですが、一方で去年の GU のグルカサンダルはちょっと個人的にあまり好きではなかったんですね。このレザーのベルト部分なんですが、ここが太すぎても野暮ったいし、細すぎるのもまたキャシャに見えるので、なかなかバランスが難しいのと、縦に走るレザーパーツですね。ここも太すぎたりだとか、あとはステッチが結構ですね、目立つものなんかもあったりして、 そういったものはあまり個人的には得意ではないんですが、こちらのオールスタークップのグルカサンダルに関しては、もうほぼ完璧なんですね。スニーカーっぽくて履きやすいというところはベースとしてありますが、基本のデザイン自体があまり好きではなかったら、僕はお勧めしないので、ベースのデザインも含めて完成度が高いので、これは春夏一足持っておくとかなりトレンド感もあって、しかも履きやすいので、お勧めできるようなスニーカーかなと思います。おそらくですね、これから先本格的な夏のシーズン迎える前に、 結構在庫はなくなってしまうと思うので、ぜひ皆さん早めにチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2足目のスニーカーなんですが、これはですね、僕のチャンネルの中ではもう定番となっています、ニューバランスですね。今回ご紹介したいのは、グリーンレベルとの別注版になる U574 というモデルになります。まあ、この574というのは、ニューバランスの数あるシューズの中でも最も売れていると呼ばれるモデルになっていまして、価格帯が結構抑えめなんですね。1万円前後で買いやすいので、まさにエントリーモデル的な立ち位置なんですが、まあ、こちらのデザインをベースにしながらも、グリーンレベの 別注ということで、オールホワイトですね。まあ、正確にはオフホワイトで構成されているような、ちょっと今までにはないようなカラーリングになっているところが、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。僕の手元にはですね、よく動画の中でご紹介している996というモデルを今持っているわけなんですが、これも定番で、574もですね、まさにライバル関係にあるような、すごくですね、使いやすいスニーカーなんですが、両者を比較すると、こちらの996の方が、 やや綺麗めな印象かなと思います。カジュアル感が少しだけ強くなるのが574で、例えばシルエットですね。996の方が少しですね、シャープな雰囲気になってるんですが、574の方が少し丸みが強くなっていてカジュアル感が出るのと、あとはソール部分ですね。このあたりは割とですね、996の方がフラットに近くて、574に関しては割とオフロードに適したような、割とボコボコしたような感じなんですね。なのでそのあたりも含めてカジュアル感が出るんですが、色合いが がホワイトで統一しているので綺麗さがグッと高まるのでこのバランスですねカジュアルな見た目に対して綺麗なホワイトというところが非常によくできているようなスニーカーかなと思いますで、色なんですけどもオフホワイトで全体構成されてるんですけどもそれぞれのパーツごとに色味が違ってまして全体を覆っている部分とあとは N ロゴの部分ここも色味が微妙に変わりますしあとメッシュの部分もやっぱりですね同じオフホワイトなんですけど完全な同じ色ではなくて 青色系というところがペタッとした退屈な見た目にならないポイントかなと思いますあとはソール部分もそうなんですよねこのあたりはオフホワイトというよりはライトグレーに近いような雰囲気に仕上がってまして非常にですねアクセント的にも効いてるので仕上がりはさすがにいいかなと思います で、価格帯も13,090円ということで、白系のスニーカーって、やっぱり汚れも気になるので、そんなに高すぎるものって使いづらいよねっていうのもあるかなと思うんですが、1万3 0 0 0円ぐらいであれば気軽にトライしやすいかなと思います。特別感のある一足で、本当にいろんなスタイルにも使いやすいかなと思うんですね。ブラック系のパンツにも合いますし、ダークグレー系のパンツにも合います。ちょっと中上級者の方だったら、あえて白パンに対してオフホワイトのパンツで色つなげちゃうっていうのもかなりおしゃれだったりするので、いっそかるとす すごく使いやすいかなと思いますし、特別感のあるホワイト系のスニーカー、めちゃくちゃ便利なので、ぜひ皆さんこちらもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目のスニーカーなんですが、これはですね、結構ど真ん中系で使いやすいですね、白レザースニーカーご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、僕のチャンネルの中では定番としてよく取り扱っているのが、先ほどからちょっと触れています、コンバースのオールスタークップ。めちゃくちゃベーシックで、どこもですね、無駄のないような白レザースニーカーとしては、これが最高峰だと思うんですが、それと比較するようにもう一つあるのが、ジャーマントレーナーですね。これがですね、白レザースニーカーなんですけども、少しこなれ感 なるような素材もですねちょっとミックスで使われているようなものなので中級者ぐらいの方にお勧めできるようなスニーカーなんですがここにもう1個追加したいようなものがありましてそれがこちらベジャのですねレザースニーカーなんですね ま、このベジャという名前自体知ってる方結構いらっしゃるのかなとは思うんですが、まだまだ認知度としてはあまり高くはないかなと思うんですね。僕の動画の中では過去ですね、2年ぐらい前だと思うんですが、グリーンレベルさんとのコラボレーション動画の時に、このベジャのスニーカーを一度ご紹介してるんですね。まあ、サスティナブルなものづくりをですね、行っているスニーカーブランドとして、じわりじわりと認知度が高まってきているんですが、非常にですね、このブランドは社会性も含めて共感できるところも多いんですが、 それだけではなくてデザイン性も合わせて非常に高いのでおすすめしやすいスニーカーの一つかなと思っています。どのような点にですね注目しているのかというと、まずはですねソウルのゴムですね。このあたりはアマゾンで取れる天然のゴムですね。農家さんと契約をしてそこからですね品質の高いゴムをスニーカーに落とし込んでいるというところがまあ、サスティナブルな部分の一つかなと思うんですね。そして靴紐に関してもオーガニックコットンを使っていまして生産背景が非常にクリアで信頼の受けるところからしっかりと。 素材作りを行っってていいいるというととうころがベジャのの特徴の一つかなと思っています、まあ、僕が持っているオールスタークックに関しては、本当にこうブランドロゴなんかもほとんど見えないようなシンプルなものなんですが、ベジャに関しては、この写真を見ていただくと、まずはサイドの部分ですね、V の文字をですね、かたどったようなスエードのですね、パーツが付けられてるんですね。これがライトグレーで、結構ですね、デザインの良いアクセントになってるかなと思うんですね。で、コの部分ですね、横から見るとベジャの文字が書いてあったりだとか、あとは層の部分もですね、ライトグレーのスエードの 素材が付けられてていましてこの辺りもデザイン的なななな良いいアクセンントにににってててるかとと思います。どんなにサスティナブルで生産背景に好感が持てたとしてもデザインそのものがあんまりしっくりこなかったらなかなか買うまでのテンションにはならないかなと思うんですがベジャーのシューズっていうのはやっぱりデザイン性がいいんですね。ですのでこのデザイン性の良さと生産背景のクリーンさというところがミックスされているというところではすごくですね大人男性には使いやすいスニーカーの一つかなと思っています。まあ一つだけネックは値段なんですよね。まあ、このような サスティナブルなものって意外とですね、値段が少し高めになるんですよ。こちらも26,400円ということで、決して安い価格帯ではないんですが、このようなベーシックなものというのは、一度買えば長く使えるものなので、しっかりとブランドの方向性だとか価値観に納得ができるものを買うというのも、僕は大人の選択肢の一つかなとは思っていますので、ぜひですね、皆さんベジャーのスニーカーというところもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ビューティーユースのオリジナルのアイテムとなる、モックロースニーカーというものですね。13,200円のものになっています。まあ最近はですね、このようなモカシンタイプのシューズが結構トレンドの真ん中にありまして、代表的なのはクラックスのワラビーですね。このあたりが大流行となりまして、まあいつまで続くのかなとは思っていたんですが、なんだかんだで根強く人気が残っていて、それが徐々に派生していって、例えば先日ご紹介したようなコンバースのモカシンタイプ タイプのスニーカーカこういった、先ほどもご紹介しましたが、革靴のような見た目なんだけども、スニーカーライクにですね、カジュアル感を足したようなモデルにまで派生しているというところで、こちらの今回ご紹介するビューティーユースのオリジナルのものも、なかなか仕上がりが良かったんですね。実際に店舗で僕は実物を見たんですが、色味もいいし、シルエットもすごく良かったので、皆さんにもぜひお勧めしたいシューズの一つかなと思っています。色はブラックとベージュがあるんですが、個人的にはベージュですね、これが非常に良く 良かっったなと思っていま,すまずはシルエットなんですが、丸みがしっかりとあるんですけども、やぼったくならないようなバランスのいい丸みになってるんですね。このコンバースのモカシンタイプはですね、この縫い目の部分があるんですが、ここが結構鋭角に U というよりは V 型になってるというところが非常に特徴で、シャープに見えるというところがまあ良さの一つかなと思うんですが、このビューティアンドユースのものに関しては、しっかりと U の形になっていまして、だけども U のラインが結構細身なので、やぼったく見えないのがすごくいいポイントかなと思います。あとは色ですね。ベージュなんですけども、ちょっとブラウン混じりのすごくいい色味なんですよね。安く見えない。高見えするような良いベージュだったので、このあたりが個人的にはグッときたポイントなんですね。で、アッパーと、あとは ソールの色ですね。このあたりも 本当に近しい色でワントーンにまとめてあって、その雰囲気もまたなかなか仕上がりがいいので、これはですね、個人的にも欲しいなと思ったスニーカーの一つでした。まあ、ただですね、コンバースのこちらはモカシン持ってるので、買うかどうか迷ってるんですよね。ブラックだったらちょっと被っちゃうんですが、このベージュだったらなかなか色が違うので、一つ持っておいてもいいんじゃないのかなとは思うんですが、13,200円でこのようなモカシンタイプでトレンド感があって、なおかつ履き心地がスニーカーライクというところで、 手に入るののはななななかかかいいいいんじゃないのかなと思います冬だったらブラック系とかグレー系のパンツと合わせるのがいいかなと思うんですが春夏だったら白系のパンツなんかとこのようなベージュのスニーカーってめちゃくちゃ相性がいいのでそのような形でぜひ皆さんも活用していただければなと思っています はい、続いてラスト5点目ですね。これはですね、ナエキのブレイザーローのホワイトですね。これだけはちょっと手元にあるので、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回ですね、ブレイザーローをご紹介するのは何回目だろうおそらく3、4回目ぐらいなので、皆さんもすでに知ってるかなと思うんですが、初代ブレイザーローはですね、残念ながら僕はもう捨てたんですね。というのも、さすがにですね、ボロボロになりすぎて、ソールの部分に穴が開いてしまったので、ちょっと手放してしまったんですが、第2代目ですね、 購入して最近もなんだかんだでよく履いてるので皆さんにもご紹介したいなと思ってるんですねしばらく在庫がなかったんですよですので僕はこちらをですねスニーカーダンクというアプリで購入したのでちょっとだけプレネになってたんですねおそらく定価よりも1500円から2000円ぐらい高く購入してしまったわけなんですが、まあ、最近また在庫がですね一部復活してますのでリンクを貼っておきたいなと思っています白系のレザースニーカーってまあ色々と選択肢があるんですがオールスタークップみたいなものもあるし あとはジャーマントレーナーもありますし先ほどご紹介したベジャなんかもありますがその中でもちょっとですねスポーツブランドのロゴがしっかりと入っていてカジュアル感があるのがブレイザーローの一つの特徴かなと思うんですねナエキの数あるですねハイテク系のスニーカーの中でちょっと異質な存在でレトロ感があってなんか履くと全体の中で微妙にこうダサかっこいい感じでハマるのがブレイザーローの良さだと思っているんですねなんかナエキの中では特殊ですねちょっとこう僕の中ではニューバランス 的な立ち位置に近いようなスニーカーなんですがローカットなので割とボトムス干渉しないので履きやすいのとあとはこのスニーカーっていうのはなんかレトロなので新品の状態が一番かっこ悪くてくたびれてくれば来るほどかっこよくなるというですねちょっと独特な立ち位置なのがすごくいいなと思う点なんですねまあ、最初からですねこのロゴの感じ見ていただくとクラシカルなナイキのロゴになってたりだとかソールの部分のナイキのフォントですねこのあたりも現代のナイキの フォントではなくてそれこそ1970年代のナイキのシューズの雰囲気がですね再現されているかなと思うんですがこの辺りのディティールのおかげでちょっとですねくたびれてくるとかっこよかったりするんですねというのもこちら 2代目のですね、ブレイザーローを買った時に、なんかしっくりこなかったんですね。新品でピカピカだと全然かっこよくないなと思って、無理やりですね、こちらを履いてキャンプに行ったりだとか、アスレチックで遊んだりしながら、かなりくたびれた感じを出してきたわけなんですが、そうすることで、ようやくですね、着こなしの中に馴染みやすくなってくるかなと思うんですね。意外とネイビーのセットアップに外しでブレイザーローを入れたりだとか、ブラック系のパンツに履いてみたりだとか、あとは白パンと 合わせたりだとか様々な着こななしにも合うのでなんかこう、白レザースニーカーの中では異質な存在と言いますか、少しカジュアル感があって、適度なおじさん感があるのが僕はすごく気に入ってるポイントなんですね。共感していただける方がいるのかどうかわからないですが、白レザースニーカーの綺麗めな感じが好きな方もいれば、ちょっとこれだと小切れすぎて退屈に感じるんだよなっていう方も一定数いらっしゃると思うんですね。そんな時にはブレイザーロー。本当に価格も1万1千円ぐらいで買いやすいですし、 ガンガン履けて、なおかつ汚れても雰囲気が出るというところでは欠かせないスニーカーだと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではですね、春夏におすすめの大人のスニーカー5000ということで、皆さんに具体的なものをですね、ご紹介させていただきました。まあ、手元にあるものはブレザローだけなんですが、まあ、画像を中心にですね、皆さんにおすすめご紹介できたかなと思うので、ぜひオンラインですとか店頭でチェックをしていただきたいなと思っています。それぞれ個性が異なるものなので、まあ、この中で好き嫌いは分かれると思うんですね。ぜひコメント欄で皆さんの気に入ったものを教えていただきたいですし、それ以外にもですね、おすすめの ののものがありまましたたら教えてていいだければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが普段ご紹介しているようなベーシックな内容ではなくて少し中級者的なセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは〇〇専門ブランドのようなちょっとコアな情報はですね僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に3本のオリジナルの動画と週に1本のですねライブ配信も行ってるんですね先日こちらのチャンネルで でもライブ配信やりましたがメンバーシップでは毎週末必ずやっていますので皆さんのご質問にも直接お答えすることができます気になる方はですね概要欄からぜひチェックしてみてくださいそしてなかなかですね普段ゆっくり動画を見えない方のためにオンラインサロンというものもやっていますそちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕は毎日のペースでですね配信をしていますし僕以外のですね専門家の方スタイリストの方もですね記事を書いてくださっていますまたプロだけではなくて参加している皆さんも着替え 気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。